前回のカズグラ、今世の中はお盆、そんなわけで里帰りというかカズクラワールドシーズン1の世界に戻ってきた。やっぱり久々に来てみると懐かしいな。いい建築がいっぱいだ。ただこのワールドもどうやら 1.16 にアップデート。そんなわけでレザーのところに行ってみた。するとあ、砦とかあるじゃねえか。あ、すっげえこんな風になってんだ。いた、やられてしまいました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。なじむな。いやいや、まだお盆休みだからね。来ちゃったよ、来ちゃった。装備も来ちゃった。いや大丈夫かな。耐久、落下耐性とかついてて、ダメージ軽減、爆発耐性いけるんじゃねえかな。いやこのまんまじゃね、やっぱさすがに終われない物件よ、終われない物件。あ、ただ待て、肝心の花火がねえよ。この前全部持ってったんだって。今まだ花火なくない？あーらら、ロケット花火59個残ってる。え、ちょっと足りねえな、59個だと。なんかない、なんかない。うわー、この TNT もええやん。これも持ってっか。トゥッテテンテン、あ、これスライムあ、スライムのやつだね、あれ。まあでもあんだけあればなんとかなるかな。おーおーおお、火薬詰まってるやんこれ。いただきます。オッケーオッケー、もうこんでなんとかなるんじゃないの。いやこれ年々物資が減ってくんじゃねえかっていう。たまにこれなんとかして補充はせなあかんやんな。あ、よっこいしょ、オッケーだ。さあというわけでまたね、来年も戻ってくるかもしんない。ほんで装備が貧弱なまんまでいいのかということで、あ、これ巨大プリンだ。なんでこんなもん作ったんだろう、巨大プリンなんてあー、ほんであっちの国もね、そうだそうだ、ちょっとここを見せとこ。福井が誇るスーパーモール、モールですよ。20年ぐらいかな、自分が18歳の時からだから18年あの福井県の方ではモール建っておりません。はい、ストップしておりますモール建築ストップしております、福井県の方では。18年間は長えよだからエルパがね最新まあ田舎あるあるだよね。あの日本で唯一イオンのない、県ともされておりまして、ただね福井県民みんなイオン大好き、休みになるとねイオン求めてもう車で1時間、以上飛ばしてね、ほんであの隣の県のイオンに行くなどあるあるでございます。本当にいつか来てくださいと、はい、いつか本当に来てくださいと。はい、 OK、カズクラ。まあ、というわけで、早速探しに行きましょう。もう前の場所ね、もう忘れちゃったよ、正直忘れちゃったよね。はい、まあまあでもとにかくあの奥へ探しに行きますのでよろしくお願いいたします。あ、こっちの方なんか行ったような気するんだけどな。いやもうマジわからんのだよね。あー、こういう遠いとこ来た。あ、湧き潰しポイントも来てる。あったあった、湧き潰しポイントも。さらにこれを超え、うわ、結構あっさりめに新しいとこ来れましたな。なーもこれ、おおおお、こんなもんまである。お、来ましたね、来ましたな。ただみんな知っての通り、もうとっても危険地帯こちらは。でもやらないといけないこともある。まあそんなわけで、早速掘り進んでいきましょう。今回ネザライト装備ね、やっぱね最新版に、まあ、どんどんねこのシーズン1の世界も移行して、うわダメじゃん、全然ダメじゃん。そっち側怖いんだよな、上にホグにいるから。ここ掘るか、入って。嘘でしょ、おめえ、逃げろ。視聴者さんの方からもね、どこら辺がいいかとか、まあどうやって掘るといいのかみたいなあのアドバイスいただいておりまして。うわー、なんだホットな観光地、なんだろう。俺深いとこ行ったらそうなんのかな。あ、OKOKOK、深さで言うと15、16ぐらいの
この高さだね、この高さ、この高さでやるといいよっていうことがあったんですけど、今回ですね爆薬も持ってきてるし、なんならベッド対策線もいいかなと思ってそちらを持ってきております。まあ、というわけで今からホリホリタイムスタートでございます。ほんでドリンクまでも持ってきてしまったという、こんなにいらねえんだよな。さあなら行きますか。こっちのワールドでも同様にネザライトたるものはいっぱいあると思うし、よしよしよし。今回一番危険なのがね、間違いなく溶岩になってくるから、はい、これも飲んで、行きたいなと思います。さあ見つかるといいんだけどな。ガンガン行っちゃおう、ガンガン、よし。え、信じられないぐらい見つからないんだけど、あれアップデート来てない、うちの。あ、いえいえ、ほらほら来た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 、アップデートしか来てないわ。はーい、ようやく1個ゲットですね。ようやく、これじゃまだね帰れない、これじゃまだ帰れないよ。ちょ、俺は出すぜ、まだもっと出すぜ。このブラックストーンの周りが絶対的に今までの数統計的には絶対出やすいはずなんだ。これ出せる、お前なら出せるよ。これベッドの方がいいんかな。ちょ、ベッド作ってみるか。あ、アンシのポーションなんか持ってる。おい、オッケー、これで無敵だぜ。見やすい、めちゃめちゃ見やすい。参ります。えい、うおおおお、威力強いかもな、こっちの方が。自分も燃え上がっちゃうけどさ。はいはい。あ、ただこの火がついちゃうのがちょっと余計かもしれんな、これ。えい、うわ、めっちゃ見つかった、めっちゃ見つかった、マジ最強じゃん。2つ見つかりました、2つ入ります。ベッドすごっ、ベッドの時代来た、これ。クリア？ファイア、ファイア、よし、見つかりました。うおほほほほほ、いくつ、いくつ、5つ。あ、ちょちょちょ、どこよこれ。あ、めっちゃこれ深いやん、マグマが。4号フレーム、4号。あれ、こっちは普通のとこかもしれんな、これ。なんだろう、元の読み込んだとこのある昔のバージョンかもしれん。全然ブラックストーン出てこん。こっちのエリアだな。おらら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 、らこっち側も出てこんわ。こっち系？あ、この石がある時点で来てるは来てるんだけどな。おー、やーす。おー、やったブラックストーン。まだ暗視のポーションある。いただきます。参りましょう。はい、4号、やっぱでも TNT の方が見やすいは見やすい、威力はちっちゃいけどね。やっぱ燃え上がらん分マシだよな、だいぶ。おい、イエス、よしよしよし、2つゲット。うお、3つ、あ、完璧。おーし、8つゲット。カズクラ、おー、イエス。おお、こんな溜まってることある？何にもないところに。え、11個。どうよ、出てきた。さあ爆弾魔、
達者これは。あ、1個あった。あ、2個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 。お、15個。あと1個で、防具フル装備分いけんな。よし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 。来た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 。では参りましょう。おい。あ、ないパターンある。あ、ないパターン出てきちゃった。ないパターン出てきちゃったね。100% 見つかるってわけじゃない。うん。あと1個なんだけどね。ちょ、貴重に使っていこう。うおほほほ、あったあった、言ったろ手に入れるって。おーしよ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 し、おーし、これ戻れる。装備も変えて、ロケットも持って、うー、ただいま、帰るべ帰るべ。うわー、懐かしい懐かしい。あー、これ帰り道のやつだ。懐かしいなー、この道通って帰ろう。うー、ただいまー、みんなただいまー。ついつい1時間もやっちまった。な、あとはこれをこう燃やいて、これが必要なんだよな多分。これ、うわー、作れる。ネザライトインゴット作れた作れた。さあ、では作りたもうネザライト装備だ。おお、あ、これ全身を包んでってなんのこれ。うわー、というわけで本日はこんなところで終わりましょう。あー、今年もですね、この里帰りすることができまして、しかも、装備を整えることができました。あー、よきよき。あー、これで思い残すことないわ。あー、今年も帰れてよかった。まあ今年ね、帰れない皆さんもいらっしゃると思いますけども、まあ今の時代テレビ電話とかいろんな方法もございますので、ぜひね、あのお父さんお母さんたちと喋ってあげてください。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバイ。